アグネス・ツー・ゾルムスラウバッハは、ドイツのヘッセン・カッセルホーハク・モーリッツの最初の妻。末妹のゾフィーは、ブランデンブルク・アンスバッハ辺教伯、ヨアヒム・エルンストの妻、別の妹ジビュレは、アンハルト・プレッツカウ公、アウグストの妻である。ゾルムスラウバッハ伯ヨハン・ゲオルクとその妻の、マルガレーテ・ホンシェーングラウハウの間の、第5子、長女として生まれた。1593年9月23日にカッセルにおいて15歳でモーリッツと結婚した。二人は1589年に執り行われたモーリッツの長子アンナマリアとナッサウ・バイルブルク伯、ルートヴィヒ2世に出席した際、知り合っていた。夫妻の結婚式は非常に豪華なもので多数の王侯貴族が出席した。この結婚は表向きはドイツ中西部のカルバン派の諸伯家同士の結びつきを強めるための政略結婚だったが、実際はモーリッツとアグネスの恋愛結婚であった。アグネスは非常に才能豊かで美しく性格の良いホーハク夫人だったと言われる。アグネスは1602年に末息子ヴィルヘルムを出産した際、24歳で急死した。モーリッツはフランス王アンリ4世に宛てた手紙の中で妻を失った深い悲しみを伝えているが、翌1603年にユリアーネ・フォン・ナッサウ・ディレンブルクを5歳に迎えた。ありがとうございます。